箱根の山は天下の剣。皆さんどうもこんにちは。私の名前はジャグレンタロウです。さあ本日はですね、私ジャグレンタロウ、こちらのジャグラーガールズの台を使用いたしまして、いろいろとやっていきます。はい、これ私の持っている台です。買いました。はい、何をやるか。はい、設定1のジャグラーガールズ1000ゲーム回します。で、どのような挙動をするのかというようなこの、まあ、状況チェックですね。はい、うん、設定1を早く見極めて、でそういった台に、ジャブジャブお金を使うのをやめよう、座るのをやめようという、このなんていうか思いやりというか、まあそういったところでね、参考になればいいかなというような思いでおります。はいね、さあそれではね、こちらのジャグラーガールズを設定位置に変更します。はいはい、扉を開けまして、設定変更するときはですね、まずは電源を落とします。はい、そしてこう設定キーを入れる場所があります。こう設定キーを入れて回す。はい、回しました。回した状態で電源を入れます。はい、そうするとこう設定変更ボタンというのがありますので、これが触れるようになるとね。これ設定1になってましたけど、まあ設定1にして、でレバーを叩くんだったっけな。レバーを叩いてから、あ、設定キーを回して抜くと。で、電源を落とす。電源を入れる。はい、そうすると設定1になっております。ここには設定は表示されません。はい。さあ、それではやっていきますよ。はい。で、この台にコイン付与機が付いておりますので、こちらの赤いクレジットボタンを押すと、クレジットが満タンになります。はい。はい、満タンになりました。はい、データカウンターは0ゲームということで、やっていきます。じゃあ行きますよ。はい、ガックンしました。おっ、早い。設定1、18ゲーム。ね、こういうことがある。1000円ペカ、入店1000円ペカ。はい、あ、ビッグだったら最高。おー、すごい。はい、まあ220になっとるんですけれども、これちょっとデータカウンターリセットやってなかったんで、今ちょうど200を超えた感じかな。202ゲームぐらいなんでしょうかね。はい、飲まれました。これは来た。816。マイナス948枚なので 1万9000円か。だから1000円ビッグ引いて追加1万8000円で光ったっちゅう。すごい。バーから大パンですねこれ。はい、870だからどうなんでしょうね。19ビッグ、817バーだから836、836、34ゲームで光った。おい、ビッグ。
さあ、リセットなるか。ああ、なった。ゼロになった。よし、これでわかりやすい。104。これ完全に始まっとる。あ、ガコって言った今。これビッグや。はい、1000終わり。はい、1000ゲーム回しました。はい、ピック確率が330分の1、レグが1000分の1、はい、サマイが501枚ね。うん、ビッグ2連したから盛り返してきたというようなあれですね。はい、19ゲームでビッグ引いて、次817だから798ゲームでバー引いたんね。これ累計になっとるから3つ目までで、次870の17だから、53ゲームでビッグ引いたんで、次に105でビッグかというような設定位置の1000ゲームでした。はーい、うん、グラフも綺麗に映っとる。はい、機械割り 84.1。 はい、でこれでもうやめます。はい、で問題はこのデータカウンターをコンセント抜いたら消えてしまうのかな。抜いたら消える。はい、入れるよ。はい、コンセント入れます。あっ、そのまま残っとる。ほんならこれまたこのまま使えるね。どっちもジャグラーもカウンターもコンセント抜いて、またこれ次の1000ゲームを次の動画でやります。はい、そんな感じでね、まあ設定位置の挙動を知り尽くして、設定位置には座らないようにしようということで、よろしくお願いいたします。それでは本日はこの辺りで失礼いたします。ジャグ連太郎でした。はい。